ええ、私と一緒に番組を進行しておりますのはこの方でございます自己紹介してもらいましょうはい皆さんこんにちは、えー、一般社団法人虹の根っこの大山です今日もよろしくお願いしますよろしくお願いします大山さん今日はお客様またお高田になられてるわけなんですけれども大山、はいえー、さんの方からちょっとご紹介をしていいですかはい今日四回目となりますが、はい、今日はですねそのええー、と自衛署ですねお子様を育て上げた方、うん 今子育てをですね、はい、真っ最中の方々をですね、えー、お呼びしまして、うん、今まではですねいわゆる支援者と言われている側だったんですよねいわゆる専門家的な感じの人たちが、うんはい、何をやってるよというところへんの視点だったんですけどじゃあ親御さんはどんな気持ちでやってるの、はい、っていうところへんを、まあ日常的に私たちはそれはお話は聞くんですが、うん、それをぜひですねあの,リスナーの方々に届けたいなということでですね、うんはい、今日お二人をお呼びさせていただいております。なるほどるほど、まあ、じゃあ、えー、早速ですけどもまずはそれぞれぞ自己紹介を やっていただきましょうかね、えー。よろしくお願いいたします。じゃさんから。えっと、読売タウのえっと、橿野の方であの住んでます。はいあの。三宅豊といいます。よろしくお願いします。はい、三宅さんよろしくお願いいたします。橿野の方にお住まいで。そうです。はい、ありがとうございます。えー、そしてもう一方でございます。えっと、津波昭恵といいます。えっと、子供が三人いて高校生、高校三年生の十七歳と、うん、あと八歳と五歳の。 子供今育てています。よろしくお願いします。まずは、三崎さん。あの、今、お子様は、あの、もう。成人もなされたということでございます。そうですね。今、二十五歳。二十五歳で、男性なんですけど。ねその、お子様が今、どういう状況。自閉症という。そうですね。あの。三歳、検診でですね。ちょっと、あの。 自閉症の疑いがあるということで、病院受診しまして、三歳の時に、はい、三歳時検診今二十五歳の子が、そうですね、でその時からもうあの自閉症知的障害と自閉症と、うん、いう診断を受けまして、はい、はいであの療育手帳というものがあるんですけど、それでまだ判定してもらって、今現在があの A1 というもうあのちょっと専門的なんですけど、もう最重度のの判定を受けてですね、なるほど、ずっとあのはいそれで。 ずっと今まで来てまでてすねで津波さんののお子様の方は、はいうんあえっと、うちの子は、うんえっと、8歳と5歳の子供に関してな、うん、今日お話ししようと思うんですけどうん、うんあのー、診断は頂い,いてなくて、えー、ちょっと、はい、敏感で、はい、ちょっとその気質があるかなっていうは、はい、ところでちょっと学校に行きづらい子というところでなるほどとても、はい、苦労しました。 この学校っていうところに関する思いが私があるんですけど子どもが小学校に上がるタイミングでも小学校に行きたくない、うん、行けない恥ずかしいとか、うんはい、あと勉強なんかもこう学校入る前に足し算の勉強とかしたんですけど全く分かんなくてこうビリビリ破いてしまってやっぱあの公立の学校に行くの難しいかもなっていうの 気持ちがあって、うん、それであのちょっと診断にこだわらず、うん、あのフリースクールの方を選んで、そこでまあ適用できるようだったらそこでちょっと過ごしてみて、その後考えようかなっていう気持ちで、うんうん、はいはいはい。あの沢さ,さんそういうところのフリースクールに通わせるっていうところの不安要素はなかないですか？今現在としても。そうですね。あの、うん、今三年生で三年経って <で>うん、当初はやっぱり学習面で遅れが出るだろうなっていう心配がすごくあったんですけど、うん、あでも私はの彼女の,あのそう笑顔を見れて今までずっとこう斐みたいに能面 <laughs> みたいな感じで <laughs> あのなかなかこう気持ちを言えなくず伝,、ね、伝えきれなくでも気持ちが言えない時は、はい、ロッカーに頭を突っ込んでこう。 静かにもう誰とも外界を遮断するみたいな行動を見てすごく胸が痛かったんですけどあの今こうすごく気持ちが言えるようになってあのすごい活発なわりとこう元気な男の子たちとも一緒に虫取りしたりとか生き生きした姿を見れるようになってあだんだんと不安がなくなってはいきました。 宮城さんの方はあは先ほどあのちょっと打ち合わせでお話を伺いました私も初めて聞きましたけど強度行動障害のお子様をお持ちだということで強度というのは強い度数のどで強度行動障害と A1 というね先ほどランクの話をされておりましたけれども具体的にはどういう行動をなされるお子様なんですか、まあ、自閉症という診断はされてはいるんですけど、えーえー、ただし閉症の中でもまあいろんな方がいましてですね、うんはい あのうちの息子が、えっと、もう自傷互いという、まあ、先ほどもお話しあったんですけど、うん、自傷行為で自,<分>自分で自分を傷つけるいう壁に頭をぶつ,つけたり、うん、この爪で皮を剥いで出血させてみたいだとか、うんはい、あと、まあ、互い行為はあの人にちょっと暴力をしてしまうと家族、はい、誰かで構わず手が出たり足が出たり、うん、暴力をするという。なるほど のあとはまあエスケープということなんですが、うん、もう逃げてしまう,逃げてしまう自宅はもうすべて打ちかけは全部施錠、うん、であ<ー>ということでですねいろんなあの、まあ、一つもこの行動障害なんですけどそれが強いと、うん、そういった問題行動というふうに、んはい、それがまあいろいろありましてね、うん、そういう方はよく,よくあの強度行動障害と。 そういう方々にもし何か参考になるようなアドバイスがあるとしたらどううでしょうか、まあ、あのと今、実際もいらっしゃいますあの強度・行動障害をお持ちのご,ご家族さんですね、まあ、厳しい面もあるんですけど、まあえー、行政に頼ると、まあ、頼っても厳しい面は実際ありますけど私がまあなんとか、まあ、運良くと言いますか救急、はい、病院で入所、まあ、できているというのはですね やはりあの行政のの力を借りりましてですねあなるほどは <い S 2> やはりその1人だけではどうしようもできないところも当然あるわけですからご家族だけで一生懸命されるのも大事なことでありますがその一生懸命の方向を少しあの少しだけちょっとシフトして。 あの行政やえいろんな支援者の方々とのお部分とやっ,ぱやっていくことでもしかするとそこの先にまた新たな光が見える可能性もあるというふ、ねう,ね、うん。ぜひですねリスナーの皆さん、うん、あの強度・行動障害初めて聞かれた方も多いと思います、はい、ぜひ一度ユーチューブで、うん、見れますので、うんえー、それをぜひあのご,ご覧になってくださいああ少しそういった状態がですね垣間見ることができますので、うん、皆さんよろしくお願いします。 自閉症発達障害を持っているお子さんの,あの困った行動っていうのはあの理由があるかもしれないし、うん、もしかしたらわからないかもしれないんですけど、うん、あのやっぱりこう抱えている親御さんはすごくあのいっぱいいっぱいになっているところがあると思うのでうん、うん、なんか一つあのあ困ってるのかなとかどうしたのとか。 あのそういういちょっとね歩み寄る気持ちを持っていただけるとそれだけですごく心のガスがパンパンな、ね、気持ちが抜けてとってもあの助けになるっていうふうに思っておりますので是非、うん、そのような気持ちを持っていただけたら少し持っていただけたらなっていうふうに思います。うんうん